はい、おるで。釣れて。釣れても。お、来た。やる。やる。やる。何なんてやる。確かに。史上最強最軽量ミガルグレ、細くて強い、その名はヘラリグレ。おはようございます。オーナーバリスタッフの藤原です。オーナーバリスタッフの今永です。本日は福岡県伊崎漁港、マリブエクスプローラーさんにお世話になりまして、タイラバということでやってまいりました。天候が悪く大雨が続いている後なんですが、今永さん、はい、ここの、まあ、2回目3回目ということで、うん、常連なんですが、どういう感じになるでしょうかね。そうですね、ちょっとね、久しぶりなんで状況わからないですけども、チェンジアップシリーズ、たくさんありますんで使いまして、まあなんとか駆使してできれば大台。そうですね、はい、まあ、今永さん後半の、必殺技の仕掛けがありますんで、はい、まあ、それを駆使しながら、はい、今日一日よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでポイントに到着しました。ここはね、玄界灘の、小呂の島と、壱岐の、まあ、ちょうど間ぐらいですね。港から1時間半ぐらい走ってきました。でポイント水深が約 70m になります。ちょっとねどんな状況かわからないですけども、ドテラ流しで今日は狙っていこうと思います。でまずは、チェンジアップヘッドの 150g に、チェンジネクタイをセットしたものを私は使用しようかなと思います。矢崎さんは、重りが200、リアルスクイット、弊社の超推しの商品で最初は試してみたいと思います。立ってられへんけど大丈夫かな、これでかいの釣ってよ。ちょっとお願いしますよ。ブラブラ立ってられへんねんけど、はい、まあ、とりあえずこれから様子見たいと思います。じゃあお願いします。お願いします。今日ね使ってるタックルなんですけども、まず竿の方は、まあ、タイラバ専用ロッドに、リールが、まあ、両軸リール、まあ、スピニング使う時もあるんですけど、まあ、とりあえずまずこのベイト型の、両軸リールを使ってます。で P ラインが 0.85 でリーダーが、フロロの4号入れてるんですけど、P ラインこれが重要で、まあ、0.8 とか1とかだいたい8前後の号数でいいんですけど、巻き取り量、巻き量を今回私は400入れてるんですけど、まあ最低300以上入れてください。というのも、このディープエリアでお寺流しの場合 150m、200m ラインを出すこともあるんですね。でやっぱりそのフグとか、エソとか、まあ、そういったところね、高切れ P が途中で切れることもあるので、もしね 150m とか 200m しかライン巻いてないと、もう切られた時点で釣りが続行できなくなってしまうんで、ラインはね最低300以上、まあ、できれば400入れてるのがまあ理想かなと思います。なので P08 が 300m 以上入るリールにタイラバ用の竿っていうようなタックルセッティングになります。ではね、まずね、そこを取ってください。で、着きましたね。着いたら、こいつ撃ったよ。すぐ、はい、巻き始めてください。で、その時に、まあ、ずっと同じペースでずっと巻く。もうアクションするとかなくて、ずっと巻いてください。で、
竿をもうちょっとねまっすぐぐらいにした方が巻き巻きやすいと思います。でずーっと巻いてもらって、でもし当たりがあったらカン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 って当たってくるんで、とりあえず慌てずに無心で巻き続けてください。当たったとか直したらですよ、当たってもずっと巻き続ける、ずーっと巻き続けて魚が反転してドラッグがシャーって走ったらちょっとだけ合わせてください。もうそれで OK なんで。でこれ今日ドテラ流しといってエンジンは完全に切ってます。切って、で潮もしくは風に、当てながら船がどん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 流されていってるんですね。なので多分今どんどん前に仕掛け出ていってると思うんですけど、まあ、前に出てるというか仕掛けが置いていかれて船が離れていってるっていう感じなんですけど、で斜めになることで結構広範囲に探れるメリットがあるので、まあ、こういう風にやってるんですけど、もう底取りがわからないぐらい遥か向こうまで流されていったら一回回収してください。でまた入れ直すっていうのをまあ繰り返していくような、基本的にはそういう釣り。これ途中で止めてもう一回落とすとかせえへんの？途中で止めて落とします。そうそう、頑張って。で巻き上げが船長指示があるときはその何メーターまで巻き上げるってあるんですけど、まあ、特に指示のないときなんかはそうですね、だいたい20メーターとか30メーターとかぐらいは巻いてもいいかなと。でもう一回落とす。でそこまである程度20メーター、30メーター巻いたら落とし直すってイメージですね。これ意外と難しいのがその20メーター巻いても、うん、仕掛けが真下に入ってる時の20メーターって本当に20メーターなんですけど、斜めに出ていってる時に20メーター巻いただけやったら実際は10何メーターしか上がってきてないんで、その分も計算して斜めになればなるほどちょっと多めに、本来思ってる長さよりちょっと多めに巻いてあげて、まあ、とにかく当たりが出るまで巻き続ける。簡単でしょ？いやいや、そりゃ簡単に釣れ俺前と出さえ釣れるって聞いたけど前と釣れるんですよ。当たった当たった、釣れ当たり釣れ釣れ釣れ、来た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 、おっしゃい、来た。来た来た来た、やるやるやる何なんすか、やる出足かもちょやるやっぱり、はい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 、やるやると聞いとったけどやっぱり俺と違うでやるわ今日の晩飯確保晩飯確保、サイズがってなりますわ。サイズはええでサイズいい、釣ったらいい、釣ったらいい、釣ったらいい、まだかいやあと10メーター。あーさあ誰だ、レンコダイか、レンコダイ、ちょっとレンコダイでしたけど、とりあえずええやんええやんええやん、はい、ポイントね到着して、蓋流し目落としてすぐでしたね。なんかちょっと色がマダイとは違うような気がしますけど、ちょっとねレンコダイですけど、まあ、タイはタイということで、とりあえず最先よく1匹目次マダイ行きます。で佐々木さん、これ落として巻くだけなんですけど、うん、例えば巻くスピードがこうゆっくり巻く時がいい時と、うん、結構こんな感じで早巻きがいい時と、うん、まあ、もちろん間の速さが良かったりとか、うん、結構その落として巻くって動作だけなんですけど、当たり、巻く速さで結構変わってくるんで、それいろいろやってみてください。その日何がいいかっていうのは分かんないんですけど、ゆっくり巻いてみて、例えば 30m 巻いて、で次落とし直した、じゃあ次は早巻きしてみるとか。あ、そういうことね。あ、巻くペースは一緒で速さを変えるから、ね、基本的には一緒です。まあ細かくいくと結構早巻きからのスロー巻きがいいとか、まあいろいろあるんですけど、とりあえずは一定のペースでいいんで、うん、毎回違うことをするっていうのをちょっと心がけてみてください。当たらんかな、もういつか当たる。あと落とし直してそこについたら、うん、すぐに巻き始めてください、うん、結構平らがバーってそこに向かって落ちていってる時に一緒にタイ見ながらついていって、でそこついて平らを巻き出した時に結構食うこと多いんで、ついたらすぐ巻く。そう、ついたらすぐ巻く。そこでゆっくりしてるとせっかくついてきたタイに見切られて、ああああ、うん、やめたってなるんで。はい、じゃあ次上げましょう。
だからこの絶妙な角度になるように、まあ、ヘッドこの重さも結構臨機応変に変えていかなあかんですね。潮が走ったり、風が吹いたりすれば重たくしたりとかで、逆に潮がなくなったり風が止んだりして軽くするとか、まずの潮と風と喧嘩して流れない場合もあるんで、まあ、状況に応じて結構コロ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 変えていくんで、まあ、水深がね、大体今日、まあ、70から100ぐらいのとこかなと思ったんですけど、一応ヘッドは35グラムから200までもうフルラインナップで全部持ってきてて、まあ、実際本当にこの水深でも35とか45を使う時もまあ稀にありますし、まあ、まあ大体やっぱ150とか200多いですけど、状況によってはもう分からないので、まあ、できる限りあのヘッドの重さ、もう色よりも重さ、とにかく重さをいろいろ持ってくるといいかなと思います。来た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 、何も引かんぞ。ついとんか。いや、ついとるついとる、さすがについとる。まだいいじゃないな、これは。おおおお、あー、お前かはい、ちょっとね、久々に当たったんですけど、また色違いやな、これ笛吹きでしたね。レンコの次は笛吹き台、タイはタイなんですけど、色も違うし、形も違うし、残念。次こそまだ行きます。はい、じゃあ次は決めとくか、ちょっとお聞き行きましょう。ポイントを移動しまして、先ほどのところから、だいぶ 2,30 分沖へ出てきました。水深が前の 70m 前後から90m 前後ぐらいまでかなり深くなっておりますが、使うタックルは一応前回と前の場所と同じところでやったやつと同じで試してみます。釣れる？いきなり釣れるかもしれません。お、マジ？お、来た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 、いいよ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 、ライン 200m 向こう。当たった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 、ただ反転せんぞ。太鼓太鼓どっちあれ、全然走らんですねあとまだ200あるんですよ俺電動がいいな、電動が甘いもん出さんとこ。結構このうねりがあるときってのは非常にバラしやすくなるので、まあ、しっかりロッドを曲げて、で体で波に追従していきながら、テンションだけは絶対に抜かないようにやり取りしてください。じゃないとね、テンション抜けるとバレやすくなっちゃうん で特に、ライン 200m とか出してると、もう遥か向こうでの魚へのフッキングになるんで、フッキングがね、甘い時もあるので、特にテンションだけは抜かんようにした方がいいと思います。おさきさんが絡め取るかもしれんな、人邪魔やったら言うてよいやいやいや、すぐ上げるから。何にも戦んな。いいな、いいな、いいな。カモン、タイカモン。いやー、青旗や。なんだよそれ。ごっつい向こうで上がってた。えらい遠いとこやの。青旗でした。ごっつい青菜でしたわはい、次はね、ついにタイじゃなくなりました。でもね、青旗美味しいね。ゲドウですねこれ。 200m ぐらい向こうでかなり流しながら巻いてると、ボトム付近でヒットしてきました。青旗、九州では青菜っていうのかな、旗でした。チェンジアップヘッドの 150g にチェンジネクタイのオレンジとレッドかですね。 91m、 もう作ったか。
はい、おるで。釣れて。釣れても俺はいいから。オッケー。ああ、当たった。ああ、離した。ああ、当たった。いや、まだおる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 。来た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 。おるぞ。今日の主役の座を譲ったるけど、全然持ってかんぞ、これ。なんか加えとるけど、反転せんぞ。青旗ちゃうんかな。やっぱ青旗や。そう。青菜くん、青菜くん。連発しましたけども、青菜の連発。残念。次こそまだ行きます。お、お。ああ、外れた。こいつやるな、ほんま。なやこれ、ゴミ。いや、探せん。青旗また青旗。あれ、あれタイになった。青菜ですね。ビッグアオーナーや。はい、連発で来ましたけど、青菜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 3連チャンでした。サイズだけはアップしましたね。今回使用しているのがこちら、スカートフックリアルスクイッドという、スカートフックになります。こちらの特徴、大きく分けて4つございまして、まず1つ目にこちら上の部分が、ソリッドリング式を採用しております。なので、誘導式の、一般的な平らばなヘッドであれば、ほとんどの、ヘッドで使用可能になるかと思います。で、2つ目にこのもちもちとした素材感、非常にね、柔らかくてプニプニもちもちの素材感にしておりますので、マダイが噛んできた際にも違和感を与えない、究極の食いを実現するような、そういった素材を採用しております。そして3つ目に、イカゴロ臭、非常に匂いのきついイカゴロ臭を、配合しておりますので、匂いで寄せる、もしくは、ね、食いしぶった時なんかに、よりしっかりと匂いで違和感を与えないといった意味も含まれております。そして4つ目にこちらの部分にチェンジストッパーを採用してます。なので、ストッパーをずらしていただいて、今グローのネクタイがついてるんですけども、例えばこれを外してしまって、オレンジ色のネクタイにワンタッチですぐに交換することも可能となります。またですね、例えばスルメイカや、ケンサキイカのような筒イカ系の細長いシルエットの、ベイトの場合には、このようにネクタイをセットした状態がおすすめですし、例えばホタルイカとか、ミミイカ、あと、ボトムにいる甲殻類系ですねを、ベイトにしている時なんかは、あえてネクタイを外した状態、こちらで使用するのもおすすめです。マダイはもちろんですけれども、マダイの他にも青物、根魚なんかにも非常に有効ですので、ぜひ一度お使いください。カルティバのチェンジアップシリーズには、もちろんヘッドもありますし、こういったように、針、ストッパー、ネクタイ、スカートなんかが全てセットになった、スカートフックだったりだとか、組戸付きの針とストッパーで、それを合わせてカスタムする用のネクタイだったり、チェンジスカートといったように、非常にラインナップが豊富になっております。そしてこちらジガーライトマダイ、こちらがですね、今日お世話になりました、マリブエクスプローラーの龍の船長も、大絶賛いただいている針となっておりまして、ここ玄界などの大台にも対応する、中太軸で小針を使うことで、唇にかける、そしてしっかりと大台を取るといったような使い方ができますので、ぜひ一度お試しください。おっしゃ、食ったー。青もんか。リアルスクイッドできましたよ。青もんちゃうかこれ。ちょっと優しさ一回上げとってもらっていいですか。多分まつると思いますよこれ。
ヤーズっぽいな。青もん、青もん。ちょっと前行っていいですか。うん、向こうの人で祭りそうなんで。と思うんですけどね。青もんやったらもう2人くるやろね。いや、タイ、もしタイやったらめちゃくちゃでかいですよ、これ。多分青やと思うけど、なかなかバーチカルに入れへんですね。いや、フォールで一瞬、うんと思って、指でペッて止めたんですよ。ほら、パクって食いましたね。多分フォールでついてきて、指で止めた瞬間に振って走ってったって感じです。あと10。危ない危ない。はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、ビッグファイトだったんですけど、やつでした。まあでもね、これスカートフックリアルスクイットのグローカラーで、ポールでちょっとね、ついてきたなと思ってピタッと止めてやると、そのまま一撃で食っていきましたね。まあ、こうやってタイラバはマダイ以外にも、まあ、いろんな魚が釣れるので非常に面白いですね。やりました。はい、次あげましょう。よろしくお願いします。リアルスクイットやったのをちょっと、もう一回普通のネクタイに変えようかなと思って、ちょっとチェンジストッパーでこのまま短時間でサクッと変えていきます。ちょっと定番の赤とオレンジとこれでやってみようと思います。88メーターで1回、90メーターになって80メーターになってまた下がります。来た。タイかもわからんですね、もしかしたら。うまくどこか俺。いや、いいですよ。タイやったら大丈夫。170m 向こうの向こうの多分下から 5m ぐらいかな。タイっぽいぞ、ほんまに。ちょっとサイズはあれやけど。細いタイかなと思ってないけど。細かってもいいぜ。いいでしょ。タイはタイやから。まだいいやったら OK でしょ、もう。うん、あと10。タイやタイや。タイ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 。まあまあ、とりあえずよかった。ありがとうございます。ついにやりました、本命のマダイ。ちょっとサイズは限界なだらしくはないですけどね。やっと釣れました、よかった。今チェンジアップヘッドの、200g に、チェンジネクタイの、レッドとオレンジつけてました。
ラインが結構出たところで 200m ぐらいまで流そうかなと思って、だいぶ流してるところで途中で切ってきましたね。ボトムから 5m ぐらいだったかな。やりました。で今私が使ってるのはね、ジガーライトマダイの、向こう合わせの8号かな。比較的小針使ってます。で結構ね、大きいタイになればなるほど懐幅が大きくなって、で口の中に入ってしまうと結構ね、口の中硬いんで刺さりにくいんですけど、それをね小針にして、こういうこの辺とかね、唇周りにかけてやることで、まあ、フッキングしやすくしっかりと刺さりますし、まあ、ここ結構ね刺さるとバレないので、ここにかけるのを狙うためにあえて小針を使ってます。終了。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一日頑張りましたが、個人的な意見としましては、完全に不完全燃焼っていう形で終わってしまいました。落として巻くだけっていう風な、調法っていうのは聞いてたんで、まあ、なんとかなるかなと思いましたが、全くダメでした。その中でも彼、はい、岩永君いかがでしょう。はい、そうですね、まあ、正直状況としては非常に難しい、まあ、雨の後でちょっと状況も分かりにくいっていう中だったんですけども、まあ、なんとか、チェンジアップシーズン、まあ、特にチェンジストッパーですねを使って、ネクタイ、スカート、まあ、カラーそういったところを交換しながら、まあね、あのタイラバらしく、まあ、五目的な勝負になったのかなと思います。まあ、釣り方はね、まあ、一緒なのに、はい、まあ、全く僕の方が、タイが釣れてないということで、まあ、実はこれ先日明石で自己最長記録のマダイを釣ってしまいました。はい、それの時に運を残しとこうかなと思ったんですが、使い果たしてしまったということで。何で使うんですか。今日ロケですよ。絶対大丈夫や思ってたんですよ。今日も釣れる思ってたんですけど、はい、まあ、運を使い果たしてしまいました。じゃあ次回リベンジ、まだリベンジの機会があれば、はい、ぜひ行きましょうかね。はいはい、でね、今日お世話になりました、マリブエクスプローラーさん、非常に人気船で、私もね乗るとき結構予約するのに苦戦するので、乗られる予定のある方はぜひご予約の方お早めにしていただければなと思います。ということで今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。一本の鋼から釣り針を作り出す、半世紀以上も前から魚と人をつなぐため、針にかける熱き思い、パーフェクションインフックスオーナー。